はい、一発合格テレビの岡です。今回は短期合格の鉄則、そのテーマ自分で説明できる、こういったテーマでお送りしたいと思いますね。この副題がですね、私の短期合格の秘密教えますということで、私ご存知かもしれませんが結構たくさん資格持ってるんですね。で、その短期合格のですね秘訣、これ今までですねこの一発合格テレビで明らかにしてなかったと思いますが、それを今回初めて明らかにしていきます。今回の動画の中身はですね、今ですね講義を聞いている、今はねテキストを読んで勉強している、だけどなかなかですねこう自分に身についた実感がない人、こういった受験生の方にはですね本当にですね目から鱗のね講義の内容になっていると思います。ですから今日ね具体的なテストもしていきますから、ぜひね最後までご覧いただければと思いますね。それでは始めていきますよ。はい、それではねまず1点目です。今日からあなたが講師です。と、今日はですねいきなりですね、本題から入っていきたいと思いますね。私の短期合格の秘訣です。これはですね1点目に書いてありますが、自分なりの話ができる、これがね私の唯一の取り柄かなとね自分で自覚しているところがあるんですね。というのもですね、あの私ねいろんな資格持ってるんですけど、よくですね動画の中でもお話をしていますが、私暗記力にはすごく自信がないんですね。人より劣ってるんじゃないかなっていう気がします。まあ年を取ってですねなおさらその実感がね、湧いてきてるわけですけど、私はね動画ではですね聞いてる方にですね正しい情報をお伝えしたいので、変にですね謙遜したりすることは嫌です。ですから謙遜してそんなことを言ってるわけじゃなくて、本当に心からそう思ってるんですね。しかし私がね唯一ですね、まあ、取り柄というか人よりもね、ちょっとねいい点があるというふうに思うとするならば、それはやっぱり自分なりの話ができるということなんですね。私はあの学生時代からですね人前で話をする機会が多くありまして、卒業してサラリーマン3年ぐらい経った後もですね、実は事業を自分でいろいろやってたんですけど、それもほとんど人前で喋る仕事なんですね。一度聞いたら自分なりに頭のね構成を考えてですね、自分なりにもうすぐ話ができる、そういった実は特性があります。私ね、どんなテーマではです、一回聞いたら自分なりに話ができます。もちろん題材があればですけどね、そういうね、癖があったので、実はですね、学生卒業して10年ぐらい経って、もう授業がうまくいかなくなってですね、社労士勉強しよう、社労士の講師になりたいから勉強しようと思って勉強したんですね。で、実際ね、もう10年ぶりぐらいにね、講師の人にね、生講義でね、教えていただきました。その時もですね、私の勉強のイメージはですね、常に明日でもですね、この講師の代わりにですね、自分が説明するつもりでずっと聞いてたんですね。ですから、まあ、正直ですね、一回聞いたらですね、テキストありますから、次の回の講義はですね、自分が多分できるぞ。はい、自分のが上手いんじゃないかな。正直そんな風に思って聞いてたんですね。まあ今思えばですね、すごく嫌な受講生ですけど、そんな感じなんです。実はそれが一番良かったと思いますね。社労士の後もね、その資格以外も全て私はですね、講義聞いてます。講座をね、申し込んで、一流の先生の講義を聞いてます。全ての講座ね。行政書士も、宅建士も、司法書士もですね、もちろん昔の司法試験もそうですけどね、FP なんかもそうですし、簿記なんかももちろんそうです。全部聞いてます。で、それをですね、やっぱり自分が教えるんだったらっていう立場で常に聞いてるんですね。これがやはりインプットで一番強かったというところがあります。今日はこのね、イメージをつけていただきたいんですね、皆さんね。で、2点目。不正解の理由をですね、覚えていないで終わらせないということですね。もうこれね、動画上げてると思いますが、例えば、もしね、今年の本試験受験された方、まず何をやるべきかっていうのは、今年の択一式本試験、きちっとね、取れてる問題と取れてない問題、原因を突き詰めてほしい。ただ、その原因がですね、例えば覚えていなかった。それだけでは、やっぱ何のですね、解決策も見つからないと思うんですね。そういう発想からまたさらに積み込んでですね、なんで覚えられてなかったのか。つまりこの問題をもって、なんでこの正解が出てこなかったのか。回答を見たら、あ、そうそう、それだったよな、わかる。だけど、なんで出てこなかったか。それはですね、やはりですね、その知識の私が言うところの枠組み、背景がうまくこう処理できてないんですね。だから出てこない。つまり、なんで知識が出てこなかったかっていう原因をですね、深く掘り下げてほしいんです。そうすると、今後のね、勉強の方向性というか、視点というのが身につくと思いますね。そこが重要なポイントになってくると思います。
で最後3点目にも書いてありますが、今日の動画の中身っていうのは一言で言うと、皆さん方と勉強の姿勢をですね、受動的、つまり講義を聞く、教えてもらう、ね、テキストを読む、学ぶ、ね、そういったものから能動的なものにね、姿勢、意識を変えるだけでですね、皆さん方の成績向上絶対すると思うんですね。まあ、そういったものをですね、今日は具体的なテストを踏まえてですね、理解していただければと思いますね。まだ1点目以上です。はい、それではね、2点目見ていきたいと思いますね。さあ、テストに挑戦しようということで、具体的なテストやっていきたいと思いますね。このテストっていうのは、あなたに講師になってもらうテストですね。今あなたはね、教壇の前に立ってると思ってください。多くのね、熱心な視線がですね、あなたに一点に集中しております。今日は労働基準法の入門講座です。今から基本的な3つのね、テーマを説明をしてもらいます。1問あたりですね、まあ動画の関係上ね、10秒時間を差し上げますから、まあ、とにかくですね、何か話を始めてください。無言が一番いけませんからね。それではまず第1問目ですね、こちらね、解雇予告について説明してください。それではどうぞ。はい、どうですかね、10秒経ちました。何かね、喋り続けてもらわないといけませんね。まずは一言で解雇予告説明できたらよかったですけど、具体的な回答というかね、イメージは後でね、説明していきますからね。それでは2問目いきますよ。はい、休憩について説明してください。それではどうぞ。はい、それではね、10秒経ちました。休憩についてどうですかね。休憩は休憩だろうと思った人いると思いますけどね、それを説明しないといけないですよ、労働基準法、法的にね。それではね、3問目いきますよ。それではこちらが3問目です。年少者について説明してください。それではどうぞ。はい、10秒経ちました。どうですかね、年少者が一番難しかったと思いますけどね、定義なんかが出てくればいいかなと、ね、まずはね、いいかなと思いますが、それ以上話ができましたかね。それではね、2点目は以上にしたいと思います。はい、それではね、3点目見ていきたいと思いますね。記憶の鍵を増やしていこう。この記憶の鍵っていうのもね、これ私の言葉になります。あのね、こういうふうに思った人いませんかね。別に私ね、講師になるつもりないですから、別に喋れなくてもいいですって思った人いるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。例えばね、解雇予告とかそういうだね、休憩とかテーマ、択一式の問題で見た時も、選択式の問題で見た時も、どれだけね、思い浮かべられるかすぐに、これがやっぱり正確な知識が出せるかどうかの判断基準になっていくんですね。知識っていうのは位置づけがしっかりしてないと、私ね、正確な知識出ませんよってお話をしてますね。そういったことが本当にね、実感を持って感じていただきたいんですよ。ということで、まあね、一応簡単なね、回答というかイメージお話をしていきますね。まず第1問目はこちらにあるように解雇予告でした。まず全く知らない人に説明するときには、その位置づけが重要ですね。これは位置づけ的にはどういう解雇予告って位置づけかっていうと、当然ね、労働契約っていうね、最初のところです。労働契約の終了事由の一つとして解雇というのがあると。で、労働基準法ではですね、解雇のところ、あのね、労働契約の終了で何が規定されているかっていうと、解雇制限と解雇予告しかないんですね。解雇制限っていうのはご存知の通り、絶対に解雇できない期間が2つあります。で、その後に解雇予告。解雇予告っていうのは結局ですね、解雇できる場合の手続きの話なんですね。まず一言でパッと言える必要がありますかね。まずそういうね、解雇っていうのは労働契約終了事由の一つで、解雇っていうのはね、これは労働基準法の条文ではありませんが、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当と認められない場合は、権利乱用として無効とするというね、労働契約法の解雇権乱用の法律っていうのもありますね。それで解雇できる場合の手続きが書いてあると。一言でパッと言える、イメージできる必要がありますね。で、あとはですね、種類としてはですね、解雇予告、これも2つありました。解雇の予告、いわゆるね、30日前に言う予告と、即時解雇の解雇予告手当ということですね。この解雇の予告と解雇予告手当をハイブリッドした形で合わせた形のね、解雇の仕方っていうのも可能になってますね。まあ、そういったところもお話しできるといいですね。で、そのね、2つずつあって、例外も2つありました。解雇の予告のね、ところね、
一つが労働者の責めに帰すべき自由で行政官庁認定を受ける場合と、天災事変で行政官庁認定を受ける場合というのがありましたね。そんなイメージパッと出てきましたかね。あとは解雇予告のところは細かい規定がたくさんありますから、そういう細かい規定、ね、のイメージがあった人もいるかもしれませんね。やっぱり位置づけから一言で言って内容からね、まあ、そういったものがどれだけ自分の頭の中で浮かんだかっていうところ、それをねちょっと検証していただければと思いますね。第1問目は以上です。はい、それではね2つ目見ていきたいと思いますね。休憩についてですね。休憩結構ね難しかったと思いますね、話をするのはね。まあ、ただ位置づけ的にはね労働時間後にあるので、やっぱりねまずは労働基準法で休憩についても規定がありますよ。それ重要ですよね。あとは労働時間との比較の中でイメージしたいですよね。やっぱり労働時間っていうのは使用者の指揮命令、それを完全に出してないとやっぱ休憩とは言わないというね、まあ、そういった本質的なイメージができた方がいいですね。であとは条文の中身がねすぐ思い出した人いると思いますね。労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間、条文の規定そのまま思い出した人、それももちろん OK です。あとは休憩といえばですね、三原則、これもパッとイメージできた人いると思いますね。途中に、一斉に、自由にということですね。で、何でもですけど、原則を思い浮かべたら例外何だったかなっていう発想です。そうすると、途中原則には例外ないですね。これ非常に重要ですね。あとは、一斉休憩にはですね、例外があります。自由利用にも例外があります。この例外のポイント、これも一言でポーンと言えるといいですね。すなわち、一斉休憩の例外は労使協定がいるかどうか、自由利用の例外は労働基準監督署長の許可がいるかどうか、ね、その辺がポイントになってくると思いますね。あとは休憩の適用除外の人、こういったのも言えますかね。41条該当者とか、高度プロフェッショナル制度の適用対象者とか、あとはちょっと細かいところで年少者にはね、休憩の特例についてね適用がないとかね、それがどういうことなのかっていうのはね具体的にこう説明できると強いですけどね。まあそういったところ、あとは細かい規定で言うと休憩自由利用が原則ですけど、これは、ね、使用者の外出に使用者の許可がいるという規定はね有効か無効かみたいなね、そういった問題なんかもあります。そういったイメージがパッと思い浮かべられたらよかったと思いますね。2問目は以上です。はい、それではね3問目年少者、これが一番難しいと思いますね。でまずね位置づけ的にはですね、労働基準法、場所はですね年次有給休暇の後にね来るんですけど、年次有給休暇までの労働基準法の規定、これが原則だという押さえ方をしたらいいですね。でその原則とは違って保護される人、保護すべき人、これが年少者と妊産婦と2つある。で当然この2人のね、扱い方違ってきますよね。まあそういった大きな位置づけ、まずしっかりと押さえておく必要がありますね。あと定義的にはね、当然18歳未満が年少者でも、18歳未満の中にですね児童という定義もありますよね。中学生以下の児童というのもね、だから当然児童も年少者ですよ。当たり前ですけどね、まあ、そういった位置づけ押さえていく必要があります。あとはこの年少者の問題、何が保護のメインの保護かっていうと、やっぱり労働時間のところですね。労働時間で言えば体系的にこう枠組みができている人は時間外労働、休日労働、深夜業についてどうかな。で、具体的に言うと年少者、時間外労働、休日労働、33条と36条の規定しかないわけですが、36条は適用除外されてます。年少者はね、これも大丈夫でしょう。だから33条の適用、33条は1項と3項で分けて理解しないといけませんね、はい、どうですか。深夜業については原則禁止です。ただ認められる例外が出てきますね、はい、その辺もパッとイメージ出てくるといいですね。あとは年少者の変形労働時間制、これも原則ね60条1項によって原則適用除外されてますけど、高校生が認められる変形労働時間制、あと内容、そういったところも思い浮かべられるといいかなというふうに思いますが、どうだったでしょうか。3点目は以上です。はい、それではねまとめていきたいと思います。どうですかね、自分がですね教えようとするだけで知識のイメージ捉え方が変わってくる、断然向上してくる、こういうふうなイメージ持たれた人いらっしゃいますかね。ぜひそれを感じていただきたいんです。一番最初でも言いましたがですね、なかなか覚えられないとかですね、ポイントがわからないとか、あとは問題を解くスピードが遅いとか、こういった悩み本当に皆さん多いんです。それはやっぱりね勉強の姿勢が受動的ななんですよね。私に言わせればね、もう少し能動的に姿勢を持つだけで、意識をするだけで知識の入り方全然変わってくると思いますね。私はこのね自分で教えるっていう意識、知識の枠組み、フレームが重要だってずっとお話をしています。これを固めるにはどうしたらいいか、
そのための講義としてもう始まってますが、いわゆる比較認識法でシャローシプチ講義、ぜひですね、今日のテスト、今回の動画の後にね、もう一度このプチ講義見てみてください。そうしたらまたプチ講義を聞く意識もまた全然変わってくると思います。知識の入り方が変わってくる。私が言うところの知識のフレームが一番重要なんですよという言い方、これが本当に心の底から見えてくると思いますね。今日の動画きっかけにですね、皆さん方のね勉強、一回りも二回りもですねパワーアップしていただければなというふうに思います。今回は以上です。